この鉛筆で動物を描いてみたいと思います。それじゃあもう早速塗っていきますよ。まず大きな塊として物を理解していくと、実はね、とっても描きやすいんですね。ほらほら、少しずつなんか浮かび上がってきましたね。柴崎このワンちゃんこっち向いてるようにおい目を入れましたよ。さあ、ワンちゃんこっち見てね、にっこり笑ってくれてます。どうかな 一緒に描いてくれてるさ明るい毛の部分は消しゴムで消すようにして白い形として描いてます。ね、資料の写真よりもずっと立体的になったでしょはい、これで出来上がりです。